そろそろ10月ですね。そうだね。早いね。今週の時間,時間の流れ。もう今週末10月ですからね。あそうだね。もう。うん、いや、もう時間の流れわかんないな。まあ、来月、その、選手行った、そのほ、翻訳のコンクールはありますね。それはすごく。また別,別の、別のやつね。 そうなんかまあそれが前その前回のやつが結構長かったの。あのまあ文章が2つで各文章が1011、まあ、10ページぐらいだったからめちゃくちゃ長かったけど、うん、今回はまあその去年から見るとあのまあ1ページ2ページぐらいの記事みたいな感じ、まあ、結構かしこまった記事みたいな感じだっただからまあ あの、まあ、ちょっと変わった形式になってまあ面白いかなとまあ勉強になる機会だと思っておりますので、まあ、楽しみでございます <laughs> 終わっちゃったじゃん終わっちゃったじゃん、うん、話が話がそこで終わっちゃったゃまあまあただの報告ですただの報告ですねもっとなんかあるでしょ、うん、でそれで何、まあ、あのー そもそもそその翻訳のその翻訳する対象は何なの対象まあまだ決まってないですねそのなんかその文書自体とかそのテーマとかは全然何も<え>あの発表してないから<え>あのー、まあ来月になってから公開する感じなんで、うん、全然わかんないけどあだからそういうなんかそのコンテストがありますよっていう話でやってみようって思った そうそうそうでもちろん,なんか今聞いてる人もな、まあ、参加あのしてもいいと思うし、まあ、一緒に、ねうん、翻訳しながらいい面白い課題が出てくるかなと思うしね。うん、まあそうだね、まあ、翻訳はだから難しい難しいっていうかその、うん、なんか。 何レベルが高いとかの難しいじゃなくて、うん、あの何その何そ初心者とかにもありがちな問題だと思うんですよ、翻訳って。うん、ああ、まあ、そう、まあ、面白いのがね、そのなんか、最初にね、その英語で考えたり、日本語に変換したりっていう翻訳は結構問題点になってる。 こととが多い思だけどなんか面白いのが、まあ、上級者になってから翻訳に戻るっていうのが面白いよね。うん、で逆に翻訳しにくいっていう。今だって <laughs>、うん、っていうか今っていうかもう結構前からそうだと思うんですけどあの、うん、訳してないじゃない頭の中で日本語を使うときに、うん。そうですね うん。だからそれを逆になんか意識的にやれって言われたときに <laughs> あ、あれってこれあれ英語で英語でこれ分かった,ったと思ったのにみたいな。そう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 ,う,そうある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 。じゃあそもそも日本語を日本語で処理してるから、うん、そこに英語がない状態で、うん、で今なんて言ったのって英語で言われてもあ,、うん、あのー。 あ,のあれですよね。なるじゃない普通の人って。だから普通に中で目指すべきだから翻訳者とか通訳者になりたい人だったら、うん、まあそういう考え方がねすぐパッパッパッって、まあ、通訳者特にね、まあ、早いからあまあ確かにそう,そうですね。翻訳者はその文章の流れを見ながらさ訳したりしないといけないから難しさっていうのはあると思うんだけどその 普通の人、うん、通訳者でもなければ、翻訳者でもない人がそこまでしなくてもいいんですよ、うんうん。そうですね。あんまり結構意味がないから、そういうの。そういうの。しちゃうんですよね。うん。でもしちゃうんですよ。うん。まあ、そこは結構、まあ、早めに乗り越えないといけない課題だったと、うん。そう、だから本当になんかよくありがちな間違い。 なんでしょうね、うん、でもそういう人に限ってすぐやめちゃうのでね結局難しいから、うんうん、ストレスじゃない、まあ、そんなのそうですねまあずっと話しながら汗焦って <laughs> 楽しくないね<う> <laughs> 遅いし、うん、結局今だってこうやって日本語で話してるじゃない、うん、で今今んか言ってあのあの「昨日どこか行きましたか?」って言って「昨日どこか行きましたか?」って上を見てさ 昨日どこか行きましたか <laughs> 昨日どこか行きましたかああってでそこで一旦変換して英語に、うん、まあ英語じゃなくてもいいんだけどその人の母国語でいいんだけど、うん、それに戻してでそれをまたその質問を、えー、その人の母国語で考えて、うん、でその答えを母国語で考えて日本語に戻してるんですよだからそこを。 えっと、そうだね。2>, 2回変換してるもんね。そう,そ,うそう。<laughs> うん、それは遅いわって。遅い。うん、で、実際さ、その、実際に会話する、一人ごとじゃないから、うん、実際に会話するってなったら、目の前に人がいるわけじゃないですか。うん、で、見られてるわけだから、軽いパニックみたいになるじゃない。早く答えなきゃ、早く答えなきゃっていうのもあるけど、そのスピードが、 早まるわけじゃないし、逆にもうぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。あれ、あ、そうそうそう。まあ、のこと考えてるからね。そう。うん。無理だよって言ってで結局なんか、すみません私は日本語が下手ですみたいな。そこはスラスラ出るみたいな。すみません私は日本語が下手です。何回も言ったからね。それは早いなって。うん。なんかそれかなんかもう一回言ってくださいって言って、うん。あのもう一回その忘れちゃうから。 うん、訳してる間に質問は忘れちゃうから、うん、であそうそうそう質問ねそう昨日どこが来ましたかそう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 ,そう、うん、で答えるっていう <laughs> だからそれをやめないと早く話せないよって私は思ってるんですけど、うん、それを聞いてくれる人と聞いてくれない人がいる現実 <laughs> <laughs> まあ実そうだねまあ まあ、なかなかね、まあ、特にた最初の方はそれを乗り越えるのは多分一番難しいかもしれないねそう一番の考え方のなんだろうねあの変わり目っていうかねそそうそう、うん、すごいだから違うからねそういうのそうだからでも、うん、そこの考え方をさ変えないとやっぱり難しい部分ってあって、うん あのー、何例えばいいですっていう、うん、いい悪いってあるじゃないですか日本語の、うん、いい悪いって、うん、でもそれって英語のいい悪いとぜ一緒じゃないじゃない一緒の時もあるけど、うん、一緒じゃないじゃん、うんうん、確かにだから良かったですって言っても何,何があって何が良かったのって <laughs> <laughs> そうですね <そう S 1> <laughs> なんかそのなんだろうねうまかったとかじゃなくていいですとかそうそうそういいですってなんか結局さ悪かったですとかさ週末はどうでしたかみたいな、うん、なんかあの映画,映画見ましたとか映画見ましたかって言って、うん、映画どうでした映画悪かったです <laughs> <あ> <laughs> 別に英語だったらもう本当にいいんだよそれで、ねね、そうだね うん、でも日本語で英語は映画は悪かったですって意味はわかるよなんとなく良くない映画だった面白くない映画だったかなってう思うわ、うん、かるけど言わないからそうやってそうだね確かにでもそれは英語的な考え方じゃない、ね、英語的な考え方でそこにその悪いっていうのをまあ過去形にして悪かったっていうのにしてるだけじゃないだからそれって結局何日本語を 英語みたいに考えてやってるわけだから、うん、そりゃ分からんくなるわって。うん、まあ結構大きいのはその、確かにちゃんと日本語の資料を使ってね、それを真似することがお、うん、大きいと思いますね。なんかそう,そういう答え、そういう質問にその答えとして。 悪いです悪かったですとかお見たことないんだったら、うん、もう言わないからね<う>言わない、うんうん、それなんか真似したら自然にもう不自然な答えがちょっと絞り込まれるっていうかだからもともとその考え方の中で例えばその英語を話す人がその英語っていう考え方に縛られたまま日本語を話しちゃうと、うん、やっぱ訳すし、うん うん、言葉のそのチョイスもちょっと変なんだよね。うん、英語だから思いっきり。うだねうん、でんっ、ね、週末何かしましたか?」みたいな話をすると、うん、そしたらもう「週末私は映画を見ました」みたいな友達とみたいな。別にいいんだよ。 最初はそれでも。伝わる。伝わるけど、自然な日本語を話しなから話しなければ。本当れ面白いのはさ、結局、日本人が英語を学ぶときと全く同じなんですよ。そうだね。そうだね。結構、ただ入れ替えしようとしてる感じ。全く同じ。だから、なんか、 多分似てるんだろうなって、勉強方法が。まあ、多分どんな言語に対してもね、多分似てるような。結局さその日本語を教える人たち。もう、そうやって、英語を学んできたわけだから。うん。うん、言語って、そうやって、教えるものって、思って教えるから、そうなるだろうなって。ああ。 なるほどねそういう教え方じゃないですか。例えば日本で英語を勉強するってなったら、そういうふうにしか学ばないので、うん、全部訳す。うん、そ,うそうです、ね、じゃあ、この文章、この英語の文章を日本語にしてくださいみたいな。うん、それをもう逆にして、じゃあ、この英語の文章を日本語にしてくださいみたいな。うん、これテストですからみたいな。うん、意味がないんですよ、あんなの。やったって。そうだね。はあ、いや、難しいな全く、うん。 意味がないでこの単語の意味はこれ、うん、この単語の意味はこれって 1>,、うん、1対1じゃないじゃんそうやねうん元気とかはヘルシーじゃないからみたいなそう1対1じゃないから、うん、だからそういう覚え方をすると本当に危ないし結局だって、うん、まあ英語でもそうだけど別にでもでもだけじゃないじゃん うん、<laughs> デモ以外にもいろいろあるじゃん。うん、選択肢は。そうだね。でもなんか例えばその違,う違うバージョンのデモとかを入れるとさ、うん、でも日本語でこれデモじゃないのみたいな。う同じだよって。うん、意味同じですよって。うん、<laughs> そうですよ。1個しかないわけないですよねって。よく使う言葉なんだからって。うん、<laughs> だからなんか、でも自分の言葉でもあるでしょ、そういうのって。うん、あるって。 うん、あるんでしょってじゃあそういうことだよって <laughs> あのー、なんかすごいそういうさ考え方だとちょっとすごい狭めてるんですよ理解を。あまあそうだねうん,うん結構なんだろうねまあ自分がもう,もう自分からの縛りみたいな感じっていうかうもう余計にね 自分に縛られてうん、うん、そうなんか,かそうあるものって考えちゃって捉えてるから、うんうん、難しいと思うそうなってくると、うんまあ、でその考え方を捨てないと結局上達しないからそう、まあ、結構ネックにはなるその,その考え方のまま <laughs> 例えば1か月間、ね、練習をしたとしても、うん、何にも変わらないからそうだね そうだね、まあ多分最初の方は、まあ、みんなそうしてるから、まあ、上達はすると思うけど、うん、ある程それを変え始めて <laughs>、うん、そこを例えばもう最初そうやってもう英語で考えちゃってっていう話だったらさ、うん、もうしょうがないじゃん、うん、だからそれでもう毎回ちょっとずつやり方を変えていってでもパターンを覚えていってもうだから訳さなくても大丈夫っていう質問とか質問の答え、うん、もうワンパターンでもいいからさ こういう質問されたらこう返すみたいな。だからもう週末はどうでしたか楽しかったです。今日の天気はどうですか晴れです。常に晴れ。毎回私のこの住んでるところで晴れですみたいな。いいんじゃないいいんじゃないもうなんかパターンで覚えちゃう。大体そうじゃん。英語でもそうじゃん。もう聞かれる質問で大体一緒じゃん。何が好きですかとか、暇な時何しますかみたいなさ。なんで英語勉強してるのとかそういうもうさ、大体のさ。 あるじゃないパターン化された質問が、うん、もうそれが来た段階でも自分の答えをパターン化させておけばいいだけの話でさ結局そうだねまあリ,ねリズムだから会話って会話ってリズムだからさ、うんうん、だから実際私が質問をしてで、うん、アレックスさん答えてこうキャッチボールみたいにこうポッポッポッポ,ッポ,ッポッって言ったら、うん、別にそれでいいじゃないですか 例えば、私がねちょっと複雑な質問をしても、なんとなく返しちゃえば、なんとなくわかるじゃないエミも。まあまあそうだね。結構、このポッドキャストあると思うから。そうそれでなんかこうやって、ボールを投げるじゃない質問にしても。ボールを投げて、そのボールを持ったまま、スッと持ってると、その質問、その質問何 えってずーっとこう考えちゃって持っちゃうとそこで、うん、なペースが乱れるじゃないそうやねまあと,とりあえず投げてその相手からちょっと離れ,離れた場所に投げてもまあそうそういいんじゃない<う>みたいな, <laughs> なんかだから、うん、リ,ズムリズムがすごく大事だと思っててその会話自体そうそれはすごくなんだろうねまあその相手まあ例えば あんまり話してない相手とかだったらその好意、うん、を持ってもらうのにもね、うん、その結構大事だと思うし完全に理解しなくてもまあ、うん、とりあえずなんかこういう関係性をまあ気づいていってそれからなんかそういうのも大事だと思うんだよねだって実際さ、まあ、日本語でもそうだけど英語でも多分何語でもそうなんだけどさ、うん、普通にこうやって会話してるじゃない。うん 半分くらい聞いてないじゃん。まあそうだね。大体で答えてるじゃん、こっちだって。うん別に英語にしたってそうだけどさ、なんか。副賞はできない。ああ。今何言ったみたいな。そう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 。副賞はできない。英語とかでもさ、なんか、ああ、元気みたいな感じで聞くじゃん。うん。でにその答えどうでもいいじゃん。まあそうだね。うん。答えないからね。そうそう。 ただ、元気、その同じ質問で返してくるから、意味ないもん。聞いてないし。なんか、その質問の答えもあまり意味がないわけじゃん。<laughs> うんうん、例えば、そこで元気で元気じゃないって言っても、ああ、そうぐらいで済んじゃうじゃん。そう <laughs> 聞いてないから。<laughs> うん、聞いてないから、自分の中で元気って言ってると思ってるからさ、うん、返事も別に適当、うん、じゃん。だから、うん、結局、テンポだから。うん ほんはん、あはあ、ってなればさ、大体で話が進むじゃん。<laughs> で,ね、でも、ほんはん、あ、ほはあ、ってずっと、うん、はのタイミングでちょっとこう <laughs> テンポが一旦落ちちゃうと、うん、やっぱそこであなんか疲れちゃうなって思うじゃん。そうだね。まあだからその、うん、ま相ああづちの,あの結構なんだろうだだ、結構大事だし。 その、まあ、考えてる時にちゃんと何かを発生したりとかそのそうそうちゃんとそのキャッチボールをちょっと保つために <laughs>、うん、<laughs> 大事なそれ大事だからそれとかよくあるのがな日本人でもよくあるんですけどそれは、うん、謝る。 ああ、はいはいはい,はい、はい。なごめんなさい、ごめんなさい、私、英語下手です、みたいな。いや、うん、<laughs> いや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 。<laughs> ね、<laughs> いや、だから練習してんじゃんっていう話。うんうん、言わなくても、ね、いちいち、それを、うん。逆に言われる方もね、困るじゃない、反応に、ね。なんか、<う>ごめんなさい、私、日本語下手。空気が重くなるじゃん、その瞬間。うん、キャッチボールやっててか確かに確かになんか、かどう返すればいいかわかんないよな。 そうでそんなことないよって言ったらさ、うん、いやいや、もう私、下手なんでみたいな、なんか余計も、うん、もうさ、ネガティブの沼にはまっていくみたいな感じだから、確かに、もうどん底困るよ、言われても本当に困るじゃん。うん、私、日本語下手ですからみたいな、そうだよねって言えないじゃん、こっちだって。うん、そうだね。<laughs> <laughs> 言えないし、別にそんなことないよって言うしかないじゃん、結局、うん、言われても。うだ,ねうん、だから、そんな謝る暇があったんだって。 あるんだったら、もっと話した方がいいんじゃないって。そうだよね。まあ結構言ってるから、あんまりなんかそれが連中にならないしね。ただの言。言い訳じゃん、ういう <laughs> ね、言い訳でしょ、それ。だから私はその例えば英語下手ですから、うん、もう話しかけないでくださいみたいな、そのなんかシャットダウンっていうかさ、うん、シャットアウトとか、うん、シャットアウトする感じじゃん、もう。うん ダメですみたいな。私ダメですみたいな。私ダメですみたいな。だ <laughs> か、そんなね、うん、なんか、重苦しい雰囲気をさ、持ち込まれても、うん、ね、それ以上話す気もなくなってくるじゃん、こっちだって。そうだね。まあ、その、話したいなんか言ったら毎回謝られるみたいな。そうだね。悪いことをしてるみたいになるじゃん、こっちが。逆に。存在するだけいなんかごんなストレス、ね、<laughs> なんかごめん、なんかちょっと、ストレスだったみたいな、ちょっとごめんねって。うん、うん。そうる、ね、なるから。 なんかその、うん、なんかそういうなん,なんなんだろうねあれはだから一種の逃げだと思うけどね私はあれごめんなさい私は何々が下手ですみたいない分かってるよってそんなことはあって、うん、分かってるだからやってんでしょって<ます> <laughs> そうだねまあそのそれそれ言わなくても ちょっとだけ話す話すだけで、多分レベルわかるから、相手のレベルわかると思うからいいんだけど、うん意思違わなくてもね、うんうん、って思うんだけど、うん、だからその何だったっけ、あその少年話でさあの、うん、まあツイッターとかでさその日本語上手が結構さ馬鹿にされてるじゃない、ああるあるね。 なんかどれだけどれだけ日本に住んでても日本語上手って言われちゃうみたいな。別にあれ私悪いことではないと思うんだけど。それを言うこと、うん、だってその日本人の人だってさ、うん、全然知らないわけじゃんその人のこと。うん、その初対面というかたまたまさ日本語で話しただけの人がそこに何年住んでてどういう経緯で日本語勉強してて知らないじゃん。うんうん うん、でもやっぱその話してるときにさなんかいいこと言ってあげたいって思うのが人間心理じゃないまあそうだね <laughs> でもそれ例えばさなんかかわいい顔してるねとかさ <laughs> 言ったらそれはダメじゃん <laughs> そうだん。一般的にねなんか、はい、いきなりなんか目の色綺麗ですねとかさ髪の毛綺麗ですねとかそういうなんか見た目の話したらさ、うん、それはちょっとダメじゃん、うんうん、まあちょっとどういうな,なんだろうね、うん 何しって思った時にさ、うんうん、一番いい方法っていうのはやっぱその「あ上手だね」って言いたくなるその心理はあると思うんだよね、うん、だから別にバカにしてるとかじゃなくて、うん、言うことがない、うん、<laughs> 単純に <laughs> そう、ね、でも相手にいい印象を与えたいっていうかさ、まあ、なんか自分は敵じゃないよっていうそのアピールみたいなのも兼ねてると思うんだよ、うん、だから別に。 例えばそれは日本人だけがすることじゃないし別にアメリカ人でも平気でするしそれはあ英語うまいねみたいなう,うん。言うからそれは別に、うん、そうだだね。だから、それは日本語に限られたことではないのに、うん、すごくそこ気にするんですよね一部の人はまあ分からなくはないけどその結構、うん、結構大嫌いな人あちょっとそうそうあれ、ね、ちょっと理解はできないね <laughs> そのなんかだから その聞き慣れたんでしょうね。まあ、プライドもあるしね、そのまあ、聞き慣れてるからちょっと嫌だなっていうところは、僕、すごく理解はしてるんだけど、うん、その、うん、なんだろう、それを、まあ、嫌いぐらいになると、ちょっとそれは分かんないな。うん、まあ、それは普通に、<う>あのなんかあいあい、日本人の相手が、まあ、英語が非常に持ったより上手な時に、 言いたくなるし、うんあ、なんか上手だねみたいなのは、まあ普通に本音で言いたいし、うん、それでわかるからまあ逆でもいいし。うん、<の>そう。うん、だから、でその例えばね、まあアレックスさんも聞き慣れてるって今言ってたけど、うん、でもそれもさ、その日本語上手だねっていう人は知らないわけじゃん。うんうね、アレックスさんがその日本語上手を聞き慣れてるかどうかも知らないじゃんね、そんなの。そ,うそ,うそ,うそこもね。うん で、今、例えば話し始めて、初めてね、アレックスさんっていう存在を知って、うん、あすごいね、みたいな。うん、そんなに話せるんだって、その、普通にびっくりしたっていう話じゃん。うんうん、それ言うだけじゃん。それでなんか、うんつい、ツイッターとかでさ、なんか、私もう20年ぐらい日本に住んでるだけど、<laughs> 日本語上手って言われちゃうみたいな。うん。いいやんって。うん。別にいいやんって、その人が実際そう思ったんだ、うん 褒め,褒め言葉だからね、それ。悪意を持ってさ、まあ、なんか言ってるわけじゃないし。う,ね、うん。そう、多分い悪意を持って言ったら、ちょっと <laughs> 言い方は違うかもしれないね、なんか。そう、うん。それはわかると思うから,だから。そんなに気にしなくてもいいと思うし、別になんか、うん、そうやって言われたらありがとうございますって言っておけばいいじゃんって、うん。うん、そうだね。まあ、すでにいろいろそういう答えが用意 しておりますので <laughs> あなたもね、あなたもね、ピチャーにしちゃう。あなたもねあ、それは,それはたまに、たまにね、たまに結構、それ一番受けるかもしれないね。なんか、うんうん、カジュアルなカジュアルな場に行ったら結構ウケけど、うん。だからな、なんていうか、別にそんな気にすることでもないよねって。うん、全然別にその言われて、そうなんですみたいな。 ありがとうございますって、あの、なんか今20年ぐらい勉強してるんですよ、日本語みたいな。あの <laughs> で、それでなんかちょっとさ、あの、変えた、なんかちょっと変わった答えがしたくて、まだまだですっていう人あもういるから、うんうん、結構、結構それ、日本語上手ですねって、まだまだです、まだまだですみたいな。いやいや、まだまだみたいな。なうん、それをされそれね、それ、ね、そなんでそっちのがね、ちょっと、ちょっとね、私はなんかね、あの、あ,<ー>あれなんですよ。 <あ>ちょっとだから、ね、そ,<う>それその返しがねちょっと微妙なんですよね。あまあ自分のなんか結構減り下減り下ってる感じ。うん、うん、別になんか減り下らなくてもいいじゃん、うん、って思うのよなんかま,あそまだまだですみたいな,な。そのバランスはちょっとまあ今い,いち今でもわかんないんだよねなんか、うん、僕結構まだまだっていうタイプなんだよ。うん結構なんだろうなんかだからその研究をしたい。 部分もあった、あったりして、何回も聞,聞いたから、うん、もうまだまだとかもう言いたくないっていうところもあるし、うん、その、うん、なんだろうまあ結構あるある,あるよねそのなんだろうねまあ研究しないとなんか日本人に変に見られちゃうなっていうなんかどっかで覚えてきてねそのまだまだですっていう表現をうんそうそうそうだからまあそういうバランスちょっと今,今でも分かんない <laughs> だから、うん、なんだろうね、別に、謙遜すればいいって話でもないし、別にそれは。謙遜しすぎると実際嫌味だし。うん、まあそうだな、そまあその、結構、なんか、英語とか、あ、英語上手ですね、みたいなを誰かにあの,、うん、あの言ったら、あ、Thank you みたいな言ったら、全然変ではないよね。うん、それ、全然、うんうん、いいと思うけど、 謎に日本語になるとまだまだとかが一番一般的な言 <laughs> い返し方っていう。そう、ね、分かんな,いかな、うんだ。から、そこで止まっておくんだったらまだいいよ。それまだまだですって。うん、否定する人いるじゃん。あ<ー>あ、上手じゃないん。そうそうそう。た、うん、だ、そこに入ると、うん、もうちょっと、なんか、あーあー、やっちまったなって。うん そんなことないよって。いや、そうだよ、そんなことないよ、そうだよ、そんなことないよ。いや,<て>いや、いや、永遠に終わらない。な、永遠 <laughs> に終わらない。結局、なんかずっとそれが続くから。うそう、そうだねういや、だから、なんか、うん、別に、そんなに、な多分プライドなんだと思う。<laughs> そうだね。もともとの、その人の。うんうんその人がプライドが高いか高くないかっていう話で、 別にええー、やんって、うん。そうだね。<laughs> まあ、たぶん一番え、じゃあ一番なんか、なんか、返し方はなんだと思う日本語上手だねって言われた時の返し。うどうなんだろうね。僕は基本的になんか否定は、 そうだねだから普通になんか褒め言葉だからそれ自体は褒め言葉だから「ありがとうございます」って言って「ありがとうございますもうだから今3年ぐらい勉強してるんですよね」みたいなもうなんかそこで自分の話に持ってっちゃってもう3年ぐらい勉強してるんですよってだからね結構大変だったんですよ「ここまですんの」みたいなだからねまだ知らないことも結構あるんでみたいなもうなんかめちゃめちゃ情報入れちゃうって表情だね」って言われて。 日本語結構す上手だねって言われて、あのそうですかって。いやもうなんかね、今四年目なんですよって。日本語勉強じゃない。もう最初大変だったので、もうだからこっからもう。急になんか情報ラベラベラベラ言うみたいな。それでもいいと思うし、でもそこで結局さ、それが何会話の。 きっかけっていうかさ、そこで自分のことをちょっとでも知ってもらえればいいわけじゃないで、それで、え、3年も勉強してるんだ、みたいな。あ、そうなので、どうやって勉強してるんですかみたいな、そこで弾むじゃん、会話が。結局、そうだね、そうだね。でもなんか、ありがとうございますだけとか、そのなんか、それで終わっちゃうとね、ちょっとあれなんで。寂しいじゃん。なんか、もっと話したいから、すごいこうさ、もう終わり、終わりみたいな。 終わりうもうなんかそれとかなんか実際それぐらいがいいんじゃないかなって思うよ、うん、そのまだまだですって言われた時の返しもこっちとしては困るし、うん、そんなことないよって言うのか、うんうん、なんて言ったらいいのか分かんないし、うん、逆になんかいや私日本語下手ですって言われた時にもうなんか止まっちゃうよね、うん うん、時が止まるっていうかさ、ね、そうそうそう <laughs> そうシーンってなるよね <laughs> そうなんか、うん、否定を否定で返さないといけないじゃんうんそうだね <laughs> 下手ですそんなことないですって、うん、そのないないないで返さないといけないから、うん、なんか意味のないやり取りがずっと続くわけでそうだね内容も中身がないねそ,れ <laughs> そうだからなんか、うん、それがずっとあるとなんか その会話自体が意味なくなっちゃうじゃん、そんなことしてたら。うん、そうだね、あんまり、まあ、自分,自分たちのことをあんまりしし知り合えないしね。ただ、ただそういう。そう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 。うんうん、やりそう。だからそういうのも含め、まあ私はあんまり言わないんだけど、その日本語上手だね。とか言わないんですけど、基本的にはそれはすごく、すごく素敵だと思います。<laughs> 聞いてない。聞いてない。<laughs> 素敵だと思います。 だからそれはあの聞いてないっていうのがあるのも多分あると思う。どういうことえそのなんか普通になんか日本語話してるじゃん。うん、別にそれが私にとって普通だから。ああ、日本語ねみたいなあ。まあそう。普通のことだから別になんか。ああそうだね結構その反応することじゃない。ああ うん、そうだね。確かに、まあ、普通、なんか、相手、なんか日本人の相手がめちゃくちゃ英語上手なときに、あの、出るじゃん。多分ある、いや、その、真ん中の方の上手、なんか、会話ができる上手だったら、あの、言うんですよ、多分、うん、そのあ上あ結構上手だねみたいな。で、ネイティブレベルに近づくと、もう何も言わないね たあなんか普通じゃんそれがもう普通斬新なんかすごいいい感じになって普通に話してその「上々ねみたいなのも言わないっていう言うまでもないっていうかさもうそうそうだからなんかそれもあって時々だから本当に最近全然ツイッター見ないんですけど人のツイートね見ない。 からわからないんだけど、うん、本当に時々あるんですよね、そのなんかあるじゃない、その今ちょっと流行ってるツイートがありますみたいな、トレンディングみたいな感じで出てきて、うんはい、なんか、あ、またなんか日本語上手って言われたみたいな、もう私何年日本に住んでるか知ってるみたいな、30年で知らないからそんなことはあって、うん、あるんみんながあなたのみんながあなたのツイッターをチェックしてるわけじゃないしって、うんうん、そんなね、 うん、善意でしょ結局あの日本語上手だねって、うん、褒められたことに対してそんななんかネガティブに捉える感性がちょっとなんか、うんね、別にいいやんって。うんうんうんそうだねなんか最近なんだろうねあのー、まあいろいろみんなってると思うけど結構単語が好きなんだけど、まあ、それなんかいろいろ言おうとはしてるんだけど 急になんか結構簡単な言葉を言って「あそういうこともしてるんだ」みたいな言われてそれ前にね結構あそれはなんか簡単よくもっとよくいいことはしてるのになんでそれをなんか、うん、<laughs> 褒めてるのみたいなは、まあ、前にちょっとあのー、思っちゃったけど今は別になんかちょっとポジティブに考えようとちょっと変,変換して。 そのそ,うそ,うあそれでなんかいいなと思ってるんだったらちょっともう少し待っててみたいな,なんか、うん、それそれもっといいこと言うよみたいなちょっとあの<う>思い始めてそれでなんかあの、まあ、楽しくなったっていうかもっとポジティブに考えるようになってから、うん、<laughs> そうだから多分日本語上手だねっていうのはさ別にそんな悪いことじゃないんだけどだ多分だから本当にその、うん ん無意識なんだけどね、やってる方も。うん、その、でもそれは日本語とか英語とか何語って関係なく、うん、あの、普通に話してていきなりあごめんねわかんないよね。ああまああ,あるあるね結構ね、わて、ごめんねわかんないよって難しい言葉使っちゃったねみたいな。それは言わない方がいいと思う。うん、無意識であっても。うん、それはちょっと好きじゃない。 <laughs> そうだって結局ね、私はさ、そのアレックスさんのすべてを知ってるわけじゃないから、うん、普通に今使った言葉をアレックスさんが知ってるか知らないかなんて、そんなこと私は分からないわけで、うん、でもそれを私が決めなくてもいいじゃない分かんないよね、うん、ごめんねみたいな、うん、なんか、え、でも謝られても、えって、そそうね、何を謝ってんのって、んなんか、あ、ごめんね、ちょっと早かったよね、分かんないよねみたいな、こう分からない前提で話をしてくる人がいるじゃない、うん、あーでも まあ、アレックさんね、日本人じゃないからわかんないよねみたいな、こう、こうなに、上から目線っていうかさ。うーん、そこはちょっと苦手。<笑><笑>うん、それは、まあ、あの、無意識なんだけどね、多分、本当に。そう人は、うん、全然、すごくあの、悪意持ってないとぜ思,思ってると全然持ってないし、あの、全然、まあ、そう。まあ、それ無意識だとしてもね、ちょっとだけなんか、あ ってなっちゃうからそ,うそれはちょっとあれなんで、うん、だからなんか悪意を持ってやってる人もいなくはないんだけど数は少ないからうん、うん、まあその何だっけ結構あるあるのが仕事とかでこっち、まあ、僕の仕事だけじゃなくて結構まあツイッターでもつ見た気がするけどその外国人を呼ぶ,呼,ぶ呼び捨てで あの言うことが多いみたいな,えなんか例えばみんなにな「デスマス」とか使って「あ<ー>、ォーマルーって言ってもねで,でもなんか急になんか僕に対しても「普通にデスマス」とか使ってるのにみんな急に「アレックス」だけ「うん、アレックス」さんじゃなくて「アレックス」だけ言ってあそれが、まあ、悪意持ってないと思うけど ちえっ何が違うみたいなわ思っちゃうことまだ敬語使わないみたいなね。それはあるよね。でも,なんもう残りは敬語だけどね。全部敬語だけどそうなの名前だけが。呼ぶときだけ。呼ぶときだけは3は付けない。みたいな、うん、はさあって。そう,そう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 。それはなんかあるあるだよ。うん、外国人の中で。あ<ー>結構あるある。多分なんか英語で3は付けないから、多分もしかしたらああ、多分 そうそうした方が自然かなみたいな。わかんないけど、<ー>そういう理論<ー>理屈で言ってるかもしれないけど、逆になんか、なんか、みんなと同じように呼ばれたいけどな、みたいなのはあるっていう。そうだよね。<や>だから、そうなんだ。それは知らなかった。でも、その、うんため口になる人はいるよ。外国人だから。あ,あるね。あるね。へへへ。うん。そう。多分、その人たちは、うん そっちの方が分かりやすいと思って言ってるのか、うん、そっちの方がちょっと友好的な印象を出せるからそれでやってるんだけど、うん、言われる側って逆にタメ口の方が難しいからねそうだね出しますのは簡単だから簡単だからう,う,うん確かにまあたまにそうなったら普通に敬語のままい話しちゃうけどね、うん まあ相手によって、うん、<laughs> そうだからなんか知らないから日本人、うん、ほとんどの日本人がどうやって日本語を教えられてるかって知らないし、うん、そもそも、うん、でその他の人たちはなんかいいよそんな教科書みたいに日本語話さなくてとか言う人もいるんだけどあいる、ね、あいうねあこれしか知らないみたいな <laughs> そう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 ,うんでなんかまあ最近なんかインスタグラムとかツイッターとかが流行ってきてさ うん、そこで日本語のアカウントとかも結構増えてきてるじゃない,あどういうでそれでなんかそれでなんかその、うん、そういう人たちの中大半はさ、うん、あの自称日本語の先生なのね教師じゃなくて<あ>自称日本語の先生そもそも私たちって自分たちのことを先生って呼ばないからああはいはい。 なるそれはなんか教師を呼んでるときに先生呼ぶときに自分から言わない自分になんかんをつけることと同じですかそう,そうとか <laughs> 自分のことをなんかパパはねとか<あ>ママはね <laughs> とかすごい小さい子に話しかけるときぐらいなのようん、うん、へえそれは知らなかっただから自分のことなんとか先生ですっていう人って結構だからうん っって思っちゃうねでなんか、うん、そういう人たちって実際そのクラスとかその日本語を教えたことがないからうんなんかこのアカウントではあの日本人が使うリアルな日本語をみたいなことを書いてあるのよ。あねあね、でそれでなんか教科書の日本語を全部否定するみたいなうんなんか誰も日本教科書みたいな日本語話さないからって。 いやだからあなたは日本の何を知ってるのっていう話でじゃあなんで教科書あるのっていう話じゃない。うんうん、だからなんで一日本人であるあなたが日本語の教科書を全否定してあなたが使う日本語をみんなに教えてるんですか <laughs> っていう話で。そう結構聞くねそういうの。でよくあるんです、うん、なんか最近あのテックトーク風のさあのビデオが流行ってるじゃないちょっと短めのビデオで。<laughs> うん、日本語。 リアルな日本語みたいな感じでなんかこっちでなんかこれを使わないさようならを使わないでくださいみたいなうんいや使わないでくれなんでって使うんだけどって使うんだけどってそうだねでだからなんかあの人に会う時あの私たちこんにちはって言いませんみたいないや、言うけどって言うけど <で>ね、日本人はだからその人に会った時「ね、こんにちは」じゃなく「ヤッホー」って言いますって私「ヤッホー」なんて言ったことないけどって言う人がいるのは知ってるけど<笑><笑>ぜぜみんながみんな「ヤッホーヤッホー」言ってたおかしいでしょ、うん、この国 <laughs> そうね。うね <laughs> ちょっと怖いかもしれないね。う「ヤッホーヤッホー」みたいな、うん、どんなどんなだよって思っちゃうから、うん、なんかその、まあ、英語でもそうなんだけどね「何々は使わないでください」みたいな「うん、何々はダメ」みたいな。 いやダメなことはないよって <laughs> うん、うん、そうだね結構自分の自分の独特な <laughs> 話し方を身につけた方がいいよね確か確かにその「どういたしました」っていうのはあんま言わないけどそうまあそうだねそれはその「ありがとう」に対して「どういたしました」うん、言わないけど言っちゃいけないわけじゃないから、うん、それはそうまあその そうね、なんか、言う人もいるし、言う人いるから。いるし、そう、間違ってはないし。ただ、逆にちょっと、日本人がさ、どういたしましてっていうの、たまに聞くのね、外で。あ、ねえ。おって、聞こえた、どういたしましてって。おなんか最近、だが聞いてないけどな。なんか、テインさんは言うんじゃない違うか。言わない。言わない。なんか、何が聞いたんだろうな全然覚えてない。 どういたしま結構上からの人は何かその人だい大体いね。大体いいそんな感じかな。じゃあイメージお年寄り,りが言う感じかな。なんか、若いえり。時々ね。時々ね。<い>本当に時々だよ。だから、時と場合と多分その人の考え方なんだけど、言わないでっていうレベルではないと、別に言ってもいい。 うん、散々その初心者の時に言ったからね。<laughs> うん、知らなかった。だからか言うタイミングがあるんですよ。うん、その人の中にもね。うん。だか,だから完全に否定したらもう。そうそうそう。うそうそうそう。なんだろう、ね、だからこれを使わないでこれを使ってくださいみたいな、うん、そういうのは違うと思うし、うん。急に言われたら困るからね。<laughs> そ使わなないいと思ったみたみだから別にその、うん、自分が使わないからあなたも使っちゃダメっていうその発想がそもそもちょっと危ないし、うん、私はどういたしましてって言わないからあなたも言わないでみたいなそれはちょっと危ないじゃない考え方としてただただね、うん、ただその「こんばんは」とか「こんにちは」の最後の「は」あれ「は」だから「は<あ>」わじゃなくて「<laughs> それだね。わじゃなくて、はだから。そこはちゃんとしてほしい。そこはちゃん、日本人もそこはちゃんとしてほしい。なんか日本人もわにしてるんだよね、たまに。してる、してる、してる、してる。結構なんかて、普通にしてる、普通にしてる。スラングとかじゃもうそう思ってるからみたいな。そう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 。あるよね。それめちゃくちゃなんか、前に初心者普通にテレビでもテレビでも出るから。あるよね、なんか、ヘロトークを結構前に使ったら、 こんにちは歯を使って訂正されたの。<laughs> わわつつでえ、そうなのなんかすごい悩んだの。なんか教科書に載ったのになんで訂正されたみたいな。めちゃくちゃ悩んだけど、結局、まあ、まあ良かったけど、なんかその、それもちょっと否定して、いや、こいと違うかもしれないみたいなは思ったから。お<ー><ー>そうだね、そ,そうだね。 ああすごい思い出したな、今。あっ、やかったな。いや、なんかだからさ、<laughs> その、で、それでさ、聞くじゃん。うん、なんで違うんですかみたいなことを、例えばね、うん、したら、いや私日本、私は日本人だから正解なんですっていう人もいるんですよ。<laughs> いるね。<laughs> その説明をしてほしいのに、説明をしてほしいのに、私は日本人だから私が正解ですみたいな人いるんですよ、うん、たまにね。うん だからそこはだからそこはちゃんとしてほしいはじゃなくて、は、うん、ですって。そうだね,うだねで、そこでなんか、まただから来るんですよ。なんではなんですかみたいな。うん ですっごい初心者なのよ、その人、うんその。そういう人たちってすっごい初心者の。すごい初心者で、うん、今、だから例えばクラスとかで練習してるんですよ、うんであの。こんにちは、私はデイビッドです。アメリカ人です。会社員です。どうぞよろしくっていう練習をしてて、うん、私は話す練習をしてほしいんでしょみんなに。うん、話す練習をしてほしいのに、その人たち、そういう人たちってできないのよ、話す練習が。できないから、うん、そのじしたくない、恥ずかしい。 うまくできない自分が恥ずかしいから、うまくできない自分が恥ずかしいから、その全然関係ないところをつついてくるんですよ、うん、そうやって。<ー>ははですかわじゃないんですかみたいな。なね、今そんな話してないからって。あなたが今自己紹介をする練習をする時なんです、<laughs> 今って。だからはとかはとか,はとか今説明してもわかんないでしょって。<laughs> うん、結局するんだけどな、私な、えー、まあ。 言うよって、だから、うん、だから、この「終わっていいのは」みたいな、あの、すごい、だから、こんにちはっていう、そもそもだから、文章の一部だから、全部説明して、うん、そしたらもうその人、ポカーンって、ポカーンってして、うん、聞かなくて、うん、聞かなほうがよかった,たっだから、だから言ったじゃんって、ちゃ <laughs>、うんざん説明したけどさって、うん。でも、その間、他のクラスの人たちはさ、もう自己紹介できるようになったんだけど、うん、その人はできないんですよ。 話さないとね <laughs>。自己紹介したすごいどっちでもいいことを、うん、だから話をそらすんでしょうね。だからその後も多分またプライドなんですよ。うん、そういう人たちの。まあ、失敗したくないかな。そうで、できない自分を見てほしくない、うん。うん。そうだね。失敗が一番、うん、重要なのにね <laughs>。それにさ。 実際みんなそんな気にしてないからね。うん。逆に、それきそのほどき期待してるかもしれない。なんか、っていうか、期待っていうか、今、うん、普通にアレックスさんが間違えても、うん、間違えたことすら気づいてない時もあるから、うんうん、で、なんか勝手にアレックスさんが、うわ、今間違えたみたいな、い間違えたのあどこどこ間違えたのって。あ,あ、そうなのうん。<laughs> そう、なんか勝手になんか落ち込んでるだけで自分だけ。 相手全然気づ,いてない気づいてなかったりするから会話に集中したらあんまりねちょっとしたつまずきとかあんまり気にしないからね誰誰でも誰も、うん、だってさ、うん、まあ英語とかでもそうだけどさ自分の中でさ理解しながらも話し進めてるからさそこが間違ってるか間違ってないかって忘れちゃうんだよね。うん あそうだね、うん、別に実際さ、なんか普通に英語で話してて、その人がなんかインとかオンとかアップとか間違えたってさ、別にいいじゃん。うん、そう、ね。自分の中でもちゃんとインに変換して理解してるから、そうだね。その人が言ったの、ね、オンだったとしても、インで理解してるから、うん、自分は。確かに確かにあれ今今今。え、オンって言ったのみたいな。あれインって言わなかったって、あれ オンっって言ったのみたいな、覚えてないから。そう,そう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 。<laughs> インって言ったよ、うん、みたいな。二人ともなんか分かってるけど、<laughs> なんか <laughs>、うん、ちゃんと変換して出てきたけどみたいな。はいはい。あるね。だから別に気にしてないし、うんうん、だから逆に普通に会話したからさっきのすごいキャッチボールの話に戻るんだけどさ、うん、普通になんか文章をこうやって作ってるときに、イン、うん みたいな、なんかその、うん、聞きながら話をする一人じゃないですか。ね、アレックスさんとかに、その、うん、インですか、オンですかみたいな。いやだからどっちでもいいから文章終わらせてよ。どっちでもいいから文章終わらせてよ。なるじゃん。ね。別、え、に、えうんねうん、今そのインとオンどっちでもいいかうん、そう,そうそうそう。ただ会話したい。会話したい。<laughs> どこ <laughs> って、だから、うん、インでもオンでもいいから。 次次どこって、うん、そう<ー>だから別にそこすごいどうでもいいっていうかそこあんまり関係ないからさってうーんそうだねまあその、うん、その話す練習とかだったら話せばいいその女子の使い方の練習だったらそれに、うん、まあ終始してもいいみたいな、うん、その <laughs> その場でね <laughs> だけどその時さその時その文章が例えばねあ,あそこは「で」です「うん、に」じゃなくて「で」ですってそれが分かったところで、うん、その文章だけだからね分かるのは、うんうん、次の文章で同じね「に」と「で」どっちだろうってなった時に結局パターンなんて大体あるけど、うん、全部がそのパターンに当てはまるわけじゃないし「うん、に」と「で」とかなんて「そうだね、と」とか「え」とかも全部さぐちゃぐちゃじゃないあんなの。 ね、地域によってちょっと違うし、使う。あまあ、その、訂正されても、まあ、その中、うん、ちゃんと訂正されても、その場で全部理解して、あこういう使い方なんだ、じゃあ次に、すぐ使えることはあんまりないと思うんだよね。<laughs> そう無理無理。忘れちゃうじゃん、結局、うん。忘れちゃうし、その、なんだろう、その次の文章を考えながら、今習ったことのを、あの実践することを、 もう考えたらもうぐちゃぐちゃになっちゃうんだよね。無理だから。普通の人がさ、普通に会話をするときって、訂正しないじゃない、別に。そうだね。めんどくさいし、結局訂正するのも。そうだね。結構話止まっちゃうじゃん、そこで。話そこで止まっちゃうじゃん。あそこでね、みたいな。あそこにね、あそこええね、みたいな。 そんな言われてたらさ、アレックさんも話す気なくなるじゃん。そうだね。あんまりないよね、なんか、日本に来てから、一、ね、ストーリーぐらいは多分してたぐらい。なんか、誰もしないから、普通に会話をするから、なんかもう、なんか、その、細かいところもい,いらないから。そうそう。<laughs> うん、だから別にいないじゃん、それ、英語でもいないじゃん、うん、そういう人。たまーにいるけどね。うん まあ、言えるけど、<ー>その人とあまり関わりたくないですね。すそ,うそうそうそう、<laughs> 正解。そう、正解。正解なんですよ。う。ん。それはだから、どこの国でも同じことが言えるんだと思うんだけど、うん、そうだね。だから、うん、まあ、難しいとは思うんだけど、そのなんか、壁として、それは、まあ、 日本語に壁がもうす,すでにあるから、自分からももう一個の壁を作るのはちょっとやめてほしいですね。<laughs> そうだね。だから結局、ね、テンポとかスピードだから、その、何、文章のレベルとかさ、質問の,その質自体は上がってくるんだけど、でも結局それって練習だから。うーんまあ、ある程度、 日本語だけじゃなくて、英語も、うん、英語にも使えるそうそうそう,そうどの言語でもそうだと思う。もう必要になってくるっていう。そうそ、ん、う、ね。なんかだから結局、そのネイティブ、非ネイティブとかそういう話じゃなくてさ、うん、普通にその人がその言語を使いこなしている時って、うん、<laughs> とりあえず言ってって。うん、何だ極端なのさ、先週末、銀行行った。 うん、意味わかるじゃんそれで。完全にわかりましたね。で、先週末にでとがえみたいな。わかんないよそれ。で先週末で銀行でにえとみたいなさうってなった時になんか。 だからだだからだからら終わらせてくださいって文章をも,、うん、もう週末で銀行会いましたみたいなも言ってもいいからもうなんとなく <laughs> 言ったのねってと,、うん、もうとりあえずさその動詞さえ分かればさ、うん、例えばそのあのー、どこなんか公園で会ったみたいな、うん、言ったじゃなくて会ったっていうその動詞を使ったらさどれに会ったどれに会ったんですかって、うん 会話が進むっていうそうそう <laughs> それだけはだ自分で <laughs> 自分で止めちゃったらさもう本当にすごいそれストレスだからさ結局わざとあえて自分から自分にストレスをかける意味がないじゃんってない <laughs> <laughs> だって、うん、聞いてる方は結構どっちでもいいし、まあ、そもそもそうよねそうよねまあでにしても絵にしてもににしても 聞いいてなそうそもそもねそもそもね結局だから先週末、あのー、友達と一緒に公園に行きましたってなった時にでも実際私たち聞いてるのは先週末友達公園行きましたっていうのを聞いてるだけだから別にそれが2とかでとか別どっちでもいいんですよ、うん、今女子行った <laughs> っ <laughs> 全然聞いたことないで <laughs> だからあのーうん、すごくどっちでもいいから 流れっていうかそのテンポを崩しちゃだめだと思うそう一番大事だよねまあそのみんなの何、うん、だろうね最後の目標は多分会話でまあ最後じゃないけどまあ結構大きな目標はその会話できるようになるっていうそもそも会話ができ成り立て,立ててない時はもう何もできないから <laughs> うん、うん、そうだから,だからそこでまあ流れを止めないっていうのと別のことに逃げないっていうね うん、その全然関係ないことを、例えばそのこんにちはとかはの話とかもそうだけど、うん、だから普通の話してるよね、それで感じてるって感るですみたいな、うんい。今感じいいじゃんって。<laughs> 今感じいいじゃんって。<laughs> うん、話してるし <laughs> そう,そう。<laughs> 今感じいいじゃんそう。だから、うん、本当にだから本当にそ、例えば日本語でもそうだけど、 何語でもそうなんだけど、うん、話せるようになりたいって言って話せるようにはならないから言うだけじゃ話せるようにならないから、うん、結局だから自分で話さないと話せるようにならないんですよ。うん,うん、うん、そうだね。なのに今何ですかみたいなどんな練習してるんですかみたいな。あのワニカニで漢字勉強してますみたいな。<laughs> いやいやいや,いや <laughs> 話せるようになりたいんじゃないのって。<laughs> そうだね。<laughs> だから、そこのずれうんずれっていうかさ、なんか、うん、うん、まあ、ん自分の目標を分からないとね。うんだからそ、そ、うん、目標があるんだったら、それに沿った練習方法を使ないと、うんなんか、あの <laughs> それがなんか、 ストレスっていうか、なんか、え、全然話すのうまくならないなって、いや、それはならない話してないんだって、うん、<laughs> 漢字勉強してて話せるようになったそれはすごいよって、逆にすごいよ、うん、それはそ。そうだね、<て>ちょっと教えて、やり方を教えてほしいね。そう,そうそうそう、そうん、だってなんか、あ、私サッカーうまくなりたいって言って、バドミントンやってたら、サッカーうまくならないじゃん、そんな。<laughs> そうだね、その同じだよね。そ <laughs> <laughs> うん。 だから、まあ、か細かいルールはいいのよ、もうどっちでも。とりあえずサッカーだってそうじゃん。球蹴れればいいじゃん。うん、そうだね。そうだね、結局ね。ルールは後だからね。うん、<laughs> そうだから、手を使っちゃダメって、球を蹴ってくださいって、もうそれだけでいいじゃん。うん、で、ゴール、そこゴール、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 ゴールですって。へへうん、そう、入って。だから、うん <laughs> え、え、これ、え、これええ、え、ってなってたらさ、もうゲームできないじゃん、サッカーの。そうだね。うん。 もうまさに子供のように普通に蹴っていけみたいな、それ<う>もう普通にもう何も考えないでね、そうそうルールもわかんないしね、普通に蹴ってるしね、それだけ、そう,そう,うん、ゴミもわかんない。手はだめ、<laughs> うん、足だけって、足だけって、球を蹴る遊びです。たまになんか運んでは走ってるし、まあいいんだけど、<laughs> 楽しんでるからね、もう普通に何 <laughs> かやってっていう, <laughs> <laughs> う、立ち止まるのは、まあ、一番あなんか、ね、悪いからね。 そうそう。だからもうとりあえずね、言っちゃえばいいんですよ。やっちゃえばいいと思うから、うん、なんかそういう、だからプライドが邪魔をするのであれば、そんなプライドは捨て捨て,てしまえばいい。うん。じゃプライド。いらない、そんなの。そんなんいらない。もう。マジでいらない。プライド全滅。ね。これから、ね、かそれもだから、捨て去る。捨て去るそこが多分本当のなんか、第一歩なんだと思う。うん うん、そうだね。うん。その日本語上手くなるとか、何語が上手くなるにしてもそうだけど、まずそのプライドを一旦どっか置いとこっかって。うん。<laughs> まあ、失敗できないとね。失敗できないと。そうそう恥ずかしいのがないから別に。言語を習わないでくださいと言いたいですね。もう <laughs>、できないから、そもそも。<laughs> しい無理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 本当それ無理だよ。<laughs> うん、うん。そういう覚悟。 してください <laughs>。そうだからそういうね。話だ、まあ。だからまあ。だ、一旦ね。一旦ちょっと考えてね。うん、一旦ちょっと考えて、それが意味がある。プライドなのかどうなのか。っていうのをちょっともうちょっと考えてね。うんうん、細かいことはまあ、とりあえず無視。<laughs> っていう感じが、まあ1番いいんじゃないのかなって。 これからずっと勉強していくから、それはうまくいく、うま、ん、くなるわけだから、うん、ちゃんと練習すればね。うん、だからサッカーを練習してればサッカーうまくなるけど、バドミントンを練習してたらサッカーうまくならないからっていう話で。とりあえずサッカーしてたらうまくなるよっていうね、うん、あのー、話で、ね、今日はだからサッカーの話でした。うん、サッカーうまくなりましょう。